富良野の、美味しい野菜、たくさんいっぱいありますけれども、その美味しい野菜を、応援するお店っていうのを、グリーンフラッグの制度ということで、認定して、富良野、目的としてはその富良野のどこのお店に入っても富良野の美味しい野菜、食材を食べることができるっていうのをコンセプトに、今のところ展開しています。まず3種類ありまして、一応緑と、グリーンフラッグですので緑とあと紫と、クリーム色と3種類あるんですけども、まずグリーン、緑色の旗で、それはフランス産の食材を全般、応援する店ですよっていうことを、記した、旗。もう一つ紫が、フランのワインを、置いてありますよという、フラノワインも応援してますよっていうことで、それが紫の旗、クリーム色のがフラノチーズ、これも、応援してます、うちの店では使ってますよっていうことを、記した旗、この3種類が、グリーンフラッグということになってます。冬に、こういうスタンプラリーというか加盟店のお店を回って、このメニューを食べていただければスタンプを押してもらって、今年は富良野産の富良野第一和牛の満足セット、1万円相当が6名様にも当たりますよっていうような企画も、毎年冬にやっております。今年の5月に、富良野マルシェをですね会場にして、新しくちょっとイベントをやろうと思ってます。富良野の、春のアスパラ祭りということで、アスパラをメインにしたお祭りということで、市内の飲食店の皆さんにアスパラを使った料理を提供していただいて、観光客の皆様とか市民の皆様に食べていただきたいなということで、今そのイベントを企画している最中ですので、また詳細分かりましたら、決まりましたらどんどん宣伝していきたいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。目標というか理想ということでいくと、富良野のどこのお店に入っても、富良野産の食材が食べられる、それが当たり前の状況に、持っていきたいなっていうのが、このグリーンフラッグというところの最終の目標というか、理想ではあります。これから分かりやすい制度を目指して、加盟店の皆さんと話し合いを重ねている最中ですので、頑張っていきたいなと思っております。